第30代監督ポール・モリターこの一覧は MLB のミネソタツインズとその前身球団の監督を務めた人物の一覧である。現在まで30人の監督が歴任している。ミネソタツインズの歴史は1901年のアメリカンリーグ創設に伴いワシントン・セネターズとして加入。ワシントン DC を本拠地としていた。初代監督はジム・マニングが務めた。 チームは長らく低迷を続けたが、1924年に12代監督となったバッキー・ハリスが就任するとその年、リーグ初優勝を果たし、そのままワールドシリーズ初制覇も果たした。次の年もリーグ連覇を果たすが、その後は、ジョークローニ人監督時代の1933年に3度目のリーグ優勝したのを最後に、再び低迷することとなる。1961年には、 ミネソタツインズと名を変え、ミネソタ州ミネアポリスに移転した。その後もワールドシリーズからは遠ざかっていたが、1986年シーズン、途中9月から2001年まで監督を務めたトム・ケリーが就任2年目の1987年に63年ぶりに止め、1991年に3度目のワールドシリーズ制覇を果たした。2002年から2014年までは、 ロンガーデン・ハイヤーが務め、在任13年間で5度の地区優勝を果たすが、いずれもリーグチャンピオンシップシリーズまでに敗退している。最優秀監督賞には、1991年のケリーと2010年のガーデン・ハイヤーが受賞している。バッキー・ハリス・ジョーク・ローニン・ビリー・マーティン・ロンガーデン・ハイ、ああ、ありがとうございます。